から着地し、つま先で蹴り、足の裏全体を使いましょう。肩の力を抜いて、軽く後ろに引くようなイメージで手を振りましょう。インターバル歩行は3分間ずつ普通歩行と速歩を繰り返すウォーキングです。速歩はややきついなと感じるスピードで歩くように意識してみましょう。